西日本から東日本にかけては雨のエリアが拡大をしていきます。この先、広く雨具が必要となりそうですね。はい 南の海上の秋雨前線が活発化して北上してくるんですね、はい、午前9時の予想天気図をご覧いただきますと日本の南にほぼ北緯30度に沿って秋雨前線が伸びていますで現在もすでにかなり雨が降っているところがあるんですね西日本から東日本の太平洋側では雨が降っていて特に関東地方でも都心付近も含めて一部雨雲がかかっているような状況ですでなぜこのようなことになっているかというと 実は日本付近の前線というのは南の海上にある秋雨前線のもう一段北側には昨日、北日本などで雨を降らせた寒帯前線。 これは秋の空気と初冬の空気を隔てるような前線だったわけですけれどもこれがか,かっているために北の方にかなり広く広がっているということになります、はい、でこの後の雨雲の動きを見ていきますと午後にかけては次第に北上する傾向ですえ特に夕方頃になりますとこれが15時の予想ですけれども東海地方や関東地方の太平洋側沿岸部を中心に雨足が強まって しかも北東の風が強く吹くということがありそうなんですね。ですから今日は防水と同時に風や人によっては寒さへの備えと。 まあ次といったことも必要になるかもしれません、はい、で関東地方の雨なんですけれども現在あのかなり降っているところがあるんですけれどもこの後お昼前ぐらいにかけて一旦止むかもしれませんただ午後になると西の方から再び雨雲が広がってきますので、うんえー、本降りの雨となって特に夕方から夜の初めの頃にかけての帰宅時間帯には本格的な雨となりそうです、はいえー、これが15時でさらに時間を進めていってこれが19時なんですけれど もね、ちょうど帰宅時間帯にしっかりとした雨そして北東の風も強いといったような状況になりそうですはい。西日本から東日本の皆さんはぜひこの先の雨の降り出すタイミング降り方など,方などアプリからも確認ください最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます